高見さん、今日の一発芸をお願いします。はーい。線を出せ。皆さんこんばんは、大谷梨香子です。高見奈です。久々に聞いた。いやね、なんかこの間真似したらね、クオリティ上がってんなと思って。いやいや、下がってるよ。なんかね、新鮮さがないというか。嘘。ちょっとね。本当に？なんかそういうのじゃなかったわ。もっと本気でやってたわ。いやいや、本気ですよ。慣れてるわけじゃないですよ。なんで？なんでその一発芸やったん？なんか、その、舞台の稽古中に、うん、なんか、高見なんかできんの？みたいな感じ言われて。何その稽古。稽古中に？稽古中に。はいはいはい。で、あ、ちょっとモノマネできます。うん。で、あ、得意なやつ何？って言われて、うん、あ、話ができます。それやるの？やって、うん、そしたら、すっげえ良かったの、その時は。あ、似てるね、みたいな。でもシュールだよね、みたいな感じで言われて。なんか、あれじゃない？そんなね、面白いわけでもないし、似てるわけでもないから。そう。もうやめた方がいい。多分、本間もんのお笑いを知らんやと思うわ、その方は。もっと面白いものいっぱいある、生きてたら。ああ、なるほどね。はい。笑いに厳しいは相変わらず。まあね。そんなことないけど。だからこれはやっぱ多分ね、初回の放送で、うん。やった一発芸だと思うんですよ。そうですね。はい。この番組、うん、大谷高見の喋りスタ、今夜で放送300回を迎えました。おめでたい。めでたいですよ。今年最後の放送に300回迎えて。すごくない？300回だよ。ねえ。ラジオで300回ってあるんじゃないですか。あるか。生放送とかしてる人とかね、毎週やってます。あるのか。いやでもなんかすごいよね、300回。はいはいはい。ほぼほぼメンバー変わらずね。そうですね。ああ、スタッフさんとかも。そうそうそう。ほぼほぼ変わらずさ。いや、ほぼほぼ変わってるんですけどね。でもほぼほぼ変わってますけどね。ほぼ変わってるか。でも、うん、本当にこのね、うん、300回っていう6年間、はいはい、スタッフさんとか、そうですね、もうリスナーの皆さんに恵まれてるからね、うん、300回続けられたわけで。すごいです。本当に皆さんにね、感謝の気持ちで、私はいっぱいですね。うん、私もですよ。その言い方はダメですよ。私はいっぱいやわ。私もです。高見もですよ。だってリスナーさんからね、喋、うん、リスナー一同からお花も、はい、今日収録に。ねえ。届いてるんですよ。かわいいブリザードフラワーっていうんですか？でもすごいかわいい。だってこれ腐らへんねんもんね。らしいですよ。3、4年は、このまんまで大丈夫って書いてありましたよ。これなんて言った？さっき。ブリザードフラワー。違う。ブリザーブドフラワーやって。ブリザーブドフラワー知らないんだ。え、増加って言わへんの？いやいや、本当に生きてはいるんだって。え？生きてはいるっていうか、成果じゃないけど、まあ、お花、増加ってさ、作り物じゃん。うん、うん、うんうん。これは、生花へ人体に無害な保存液を生花自身の力により吸わせることで、みずみずしさと柔らかさ、色鮮やかを宿し続け、増加の特徴である長期間の保存が可能という、両方の魅力を兼ね備えた枯れないお花です。むずい。うん。300回にありがとうございます、ね、嬉しいメッセージカードも、ね、ありがとうございます。まあね、そのさっき高見さん1回目の一発芸やってくれましたが、はい、この300回の第1回目の放送が2013年4月で、毎週水曜日の深夜3時30分27時30分からやってまし た。懐かしいね。懐かしい。誰が聞いてんだろうねっていう ねずっと思いながらやってたよね。ねえ、ファンの人とかは聞いてくれてたと思うんですけど、他誰が聞いてくれるんだっていう。この時まだラジコプレミアムじゃ、タイムフリーみたいな。ああ、そうですね。ポッドキャスト聞いてくださいってずっと言ってて、うん、いつぐらいから変わったっけ？16年ぐらいからなのかな、タイムフリー。2017年とか。いや、そうですよね。画期的だっつって。うん、すごいみたいな言ってましたよ ね。そのタイムフリーできた初めの1週間なんか1ヶ月かお試しみたいなのもやっててみたいな、うん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 、ね、言ったなとか覚えたり。そうですよ。そっから27時半から26時半になりまして、
26時半。ああ、そうやね。25時になりまして、うん、今22時です。すごいわ。駆け上がってます。22時って、今ね、すごいよね、ほんと。ナイターで終わっ、なくなっちゃう時もありますよ。まああるけどさ、ない方じゃない私ら。まあそうですよ、ね。まだ。まあ今年はちょっとあのね、間3回とかがね、なくなって。なったねこともありまして。そういうこともあったわ。ねえ。ですけど、もうゴールデンタイムですよ。嬉しい。ね。本当にね、もうスタッフさんとリスナーさんのおかげで、もう私は感謝してます。私も感謝しております。それでは今夜も30分間ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手は、大谷理香子と、高見奈緒でした。最後に大谷さん、エンディングの一発芸お願いします。はーい。301回目からも、どんどん喋っていくぞー !300 回、本当にありがとう何でもない世界だって、君がいればシャイニー